皆さんこんばんは。こんばんは。小室由依のネットでウィークエンダー、今週もどうぞよろしくお願いします。 MC の涼次です。今日は言えたよちょっと危なかったでしょ。ちょっと危なかったけどまずに言えたよ一応撮り直したんでね、前回のもね。あ、そうか、言ってなかったのね、うん、皆さん見てないんでごめんごめん、お願いしますとりあえず今週のニュースです。結構重いですよ今週のニュース。かっこつけてる、はい女性記者が長崎市幹部の性暴力で死を提訴、うん、12年前の被害を訴えた思いとはという、はいはい、これもビジネスインサイダーですね、うん、はい、どんな内容でしょうか。ある日の夜、長崎新聞の女性記者が夜10時過ぎに1本の電話を入れました、はい、電話の相手は長崎市の幹部役、幹部社員、社員って言わないのか、はい、外部か、内部、うん、内部の要は、役職者です、はい、長崎市の、うん、はい、で女性記者はこの時あの総選挙とか、長崎市の選挙の直前だったらしいんですよ、はい、うんうん、で与党が大敗するんじゃないかって言われてたらしいんですね、うん、でその選挙の情勢によってインタビューがしたいと、はい、でインタビューの機会を設けることが可能かを聞きたくて、うん、まあ、夜10時過ぎという電話もまあ多少問題あったかもしれないですけども、一本の電話を入れたと、はい、まあ、でも市の職員ですからね、うん、あんまり早い時間には帰ってないので、うんうんうん、まあ、この時間に電話をした。で男性の答えは今から会おう、うん、どこにいるんだ来い、うん、と言われて5回ほど断ったんだけれども、うん、この男性が指定した場所がたまたま夜回りで通過する場所だったらしいんですね。記者さんって夜回りってするらしいですね。あちこちオフィスとかに顔出すんですかね、うんうん、そうですね、うん、はい、通過する場所だったので最終的には会おうと決断をして、うん、はい、結果性暴力の被害に遭ったと、うん、そこの描写は特に細かく、うんうん、記載されてないんですけども、はい、じゃあその裁判はどういうものだったかということなんですけど、うん、女性が勤めている新聞社かな、はいはい、男性幹部から取材中に振るわれた性暴力に対して市に謝罪と損害賠償を求めた、はい、うん、ところが男性は男女の関係であり、うん、何が問題なのかわからない、うん、と言い残して自殺しちゃったんですよね、うん、まあ、かなり報道されたそうなので長崎では、うん、はい、で長崎市の平和行政を統括する原爆被害対策部長だった男性だったということなんですけれども、はい、その女性が性暴力を振るわれたのは2007年、うん、まあ、まさに17年、も今もうちょっと経ってますけどね、14年弱か、うん、のことでした。で12年前に起きた性暴力事件で提訴したのは新聞労連っていうのがね、うんうん、彼女の代理となって、日弁連と組んで裁判を起こしたという内容です。ご本人が原告ではない、うん、ご本人の代理人という形なので、うん、まあ、原告団という形になるんですかね、うん、はい、うん、でもうちょっと問題の部分なんですけど、はい、その裁判が起きたことによって、報道が過熱し、うん、男性は自殺をしてしまった、はい、はい、そこから女性への二次被害が始まったと、うんうん、男性は男と女の関係であり何が問題なのかわからない、うん、このわからないの部分になんかいろんな問題があるような気がしますけどね。そうですね、うんうん、で女性が電話で抗議した際も俺たちは自然発生的にそうなった、うん、変に避けたりはするな、うん、そうでないと他者にバレるぞと話した、うんうん、このバレるぞでね、うん、ハラスメントですねハラスメントというかね、もともとじゃあバレちゃいけない関係が普通の男女の関係なのかって ね、うん、ね、うん、男と女の関係でありって堂々というものでもないだろうと、うんうん、はい、でその市の窓口になっている秘書課長っていうのがね、はい、
部長は、この部長は暴力を振るう人には見えない、これあなたのただの主観ですよねってやつですね。本当ですよね。はい、話はあなたから漏れている、うん、あなたというのは女性記者のことですね、はい、それはそうです、被害者ですから、うん、そこ以外から漏れないですよね、うん、はい、慎重に話を進めるはずだったのに報道されてしまって何もかもあなたが悪いんですよと、うん、慎重に進めなきゃいけないところに何かね問題があるんじゃないかと感じてしまいますけどね。で、結果週刊誌による虚偽掲載やインターネットでのバッシングが始まった、はい、まあ、今私の印象のような形で話をしましたけど、うん、自然発生的にそうなったものをバレるぞっていう表現使うのかなっていうのは単純に思いました。もっとこの自然発生というものを噛み砕いて話すと、うん、つまりは恋愛感情ないし、うん、そこに何かしらの信頼関係があったでしょ、うん、だからそういう男と女の関係になったでしょっていうことですよね、うんうんうん、なんだろうな、僕なんかここも私も主観になっちゃうのでちょっとね、うん、今言葉をすっごい選んでるんですけど、うんうん、変に避けたりするな、そうでないと他者にバレるぞ、うん、要はあれでしょ、あの運命共同体というか同じ罪を犯している同士でしょっていうことを言いたいんでしょ。まあ同じ罪なのか、この記事からはこの男性が妻帯者であったかどうかは分からないんですよね、うんうん、だからまあ罪というところ、不適切なというところで言えば、そういう市の住職にある人がその市の情報を記事にしようとしている女性と関係を持ったというのは不適切といえば不適切な関係と言えなくもないですよね、うんうん、でそれに対してこういう表現をバレるぞという表現をしたのであれば、まあ、それは普通なのかなという気もします、うん、難しいね、うん、難しいって言ったらあれですけど、うんうんうん、なんか私これ正直ねどうコメントしていいか分かんないと思いながらすごい聞いてます、はい、で、はい、私がここで整理していて思ったのは、訴えられているのは男性ではないんですね、死、男性はもう自殺してしまっていますし、うん、まあ、その時点では裁判も起きてませんから、うん、訴えられているのは男性ではなく、ここまではね、ある意味男女関係のもつれと言ってもおかしくはないんですよ、はい、こっちなんですよね、訴えられているのは、うん、古い人には見えない、うん、話はあなたから漏れている、うん、慎重に話を進めるはずだったのに報道されてしまった、うんうん、でバッシングが起こり、うん、そこに対して、うん、訴えた、そうです、はい、うん、訴訟の相手は市なんですよ。名誉毀損とかそういうことですか、うん、で、まあ、その代理人として勧告を出した日弁連、うん、があるんですけども、その勧告を市は拒否し続けたんですね、うんうん、でこれが、まあ、裁判をするきっかけになったのは2018年に財務省前事務次官のセクハラ問題っていうのがありましてね、覚えてます？伊藤詩織さん。ああ、それとまたちょっと違うんですけどね。はい。伊藤詩織さんのはあのジャーナリストを、そう担当のね、はい、うん、うん、そうなんです。問題を受けて、あのまあ結局あの財務省の事務次官がこれ辞任しちゃったんですけど、この時は、はい、うん、うん。で、その問題を受けて新聞労連、まあ、あの新聞記者の人たちの組合みたいなもんですよね、うん、が相談窓口を設置したんですね、はい、2018年に、うん、で、そこができたから、うん、その女性はここに相談に行き、日弁連が勧告をするに至った、うんうん、ところが市は全貌が明らかにされていない、うんうん、自殺されてしまっているので、うん、明らかにはしようがない、全ては、はい、うん、で女性に対してここ問題なんですけど、かねてより市が要求していた金銭的要求などの一切の請求を行わないという要求、うん、
に対した記載がこの勧告書にない、うん、これでもある意味当たり前なんですよ。その市に謝罪と損害賠償を求めてるわけですから、うんうんうん、市にね、うん、でこれに一切請求を行わないと要求していたっていうことに回答して分かりましたって言っちゃったら請求にならないじゃないですかこれ、うんうん、問題がなくなったことになっちゃうんで、うん、こんなことに関して記載できるわけがないんですね、うんうん、でこういったことを理由に検討できない回答できないんじゃないんです。検討すらできない。自分たちの要求が通らないから検討しないよって、うんうん、いうことですよね。話し合いにならないよって言ってるってこと、うん、はい、うん、で結果女性はそれもこれまでに5回引っ越しをしてパッシングとかが多いからっていうことですよね、はい、うん、で健康障害による休業や復帰後も十分に記者として活動ができておらず所得は大幅に下がったというね、はい、うん、で弁護士 の日弁連の代表の弁護人の方代理人の方が言われているには、うん、支配のための暴力が、うん、まあ判決が出ていないので全てが明らかにはされていないので、うん、支配のための暴力だったのかどうかは断言できません。確かに、うんうん、ただ問題ではありますよね、うん、はい、市が対応しなければいけない問題ではあります、うん、その問題が個人の問題、うんうん、男女の関係にあったと、うんうん、個人の男女の問題であるという問題に矮小化され、うん、犯罪性が薄められていくことが問題であると、うん、このまとめが全てかなっていうね。こう男女っていう、うん、まあ、恋愛関係を主とするこう関係性が少しでも絡んでくると、うん、そこに転嫁されやすいですよね、うんうん、いろんな問題そうだと思うんですけど、うんうんうん、要は市の中で起こった、市という職場の中で起こった外部の人間へのセクハラ性犯罪の問題なわけですね、うん、それを個人の問題にして市が逃げているっていうことに対して勧告が行われているんだということを市の中の誰かは気づかないのかなと。女性職員さんもいらっしゃると思うんですけどね。気づいたら気づいてしまったら、うん、それ以外の問題って多分山ほど出てきますよね。なるほど。気づきたくても気づけないんじゃないんですか、うん、怖くてそういう一面もあるんじゃないかな。知っていても声を出せない、うんうんうん、まあなんていうのかな、こういう集団の集団圧力というか、うん、同調圧力というか、うんうん、中のね、うん、まさに AV 業界も同じようなところがあるんですよね。ほう、うん、はい、やっぱり一つの問題を中から紐解こうとしてしまうと、うん、そこに付随してくる問題がもう芋づる状態で山ほど出てくるので、うん、気づきたくないんですよ。それが AV 出演強要だったりもするので、あとは女優さん そのギャランティーの問題、ロイヤリティ権利の問題だったりもするから、みんな AV 業界はそれぞれに責任をなすりつけ合ってるのが今なんですよね、うんうんうん、ある意味ね、日本のなんていうの、 AV 業界って歴史が長いじゃないですか。30もうすぐ40年になりますかね、うん、そうですね、うん、だからその間にものすごい数の作品があるわけですよね、はい、整理できないっていう感情もあるかもしれないですね、うん、はい、それが一本の作品に対してだったらまだなんとかなるかもしれないけど、うん、これが一本の作品が今は衛星になり、うん、インターネットになり海外に行きだから、うん、もう処理できないところを自分が責任を負いたくないっていうのは正直あると思います。なるほど、うん、まあここも市ですからね、長崎市ですからね、歴史のある市の中で、うん、そらすごい長い年月があるわけでしょうから一個一個紐解いていけないというのはあるかもしれませんが、うん、でも問題になってて勧告を受けているのはこの人の事件なわけですよね、うん、はい、うん、
じゃあどうするのってね、うん、考えていくとこう、うん、個人の声を拾う力、うん、リテラシーって、うん、まあ、メディアリテラシーとかいろいろリテラシーってあると思うんですけど、うん、こうなあえてこう誤解を恐れずに言うと、うん、一般社会に住む一人一人のリテラシーの問題になっていくのかなと思いますね、うんうんうん、プラスですね、長崎市の方に、特に市の職員の方にぜひ考えていただきたいんですけどね、これ報道されてるわけじゃないですか、うんうん、こういうのが全国の人たちに知れ渡っていったとしますよね、うん、どこに住むかって、例えば結婚してじゃあどこに住もうか、うんうん、引っ越す先どこにしようか、主導権握られるのほぼ女性だと思うんですね、うん、そうですね、うん、はい、住みたいと思いますかね。いや私だったら確実に嫌だな、はい、うん、私の出身の厚木市は最近ものすごい住みたい街ランキングで上がってきてるんですね。へえ。でその理由が何かっていうと、小学校に上がるまでだったかな、うん、養育費だったり、うん、おむつ代だったりとかお金かかんないんですよ。え、マジで？市が負担するんですよ。そうなんだ、うん、でそれがすごいこれから子育てをする世代に評価されていて、うんうん、正直地元でまだ住んでるうちの兄とかからすると、もう厚木市は自治体がなってねとかずっと何年か前まで言ってたんですけどにもかかわらず今住みたい街ランキングベスト5ぐらい入ってますよ。そうなんだ、はい、厚木市、うん、それは知らなかった、うん、この辺もだいぶね朝霞とか四季とかその辺も最近上がってきてるんですけど、うん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 、厚木市の方がまだ全然上ですね、うん、はい、ねえ、市って税収がないとやっていけないわけじゃないですか、うん、税収をそこに住んでらっしゃる方々に還元して市が成り立っていくわけですよね、うんうん、どうなんでしょう。いや、まあね、うん、何本か今日撮ってますけど、うん、まあ、女性に対する手厚さ、意識の向上っていうのは本当にこれからの課題ですよね、うんうん、はい、うん、女性の声というどんなにちっちゃくても女性の声というのはまとまって、うん、1本の矢だったら折れちゃうけど3本5本になったら、はい、それは折れないであなたの心をぐさっと刺すよ。まあね、首都圏集中とかいうのがねすごい問題になってますけど、このコロナ禍で地方自治体は得しているかもしれない、有利になっているかもしれない、うん、そこをねどうするか、うん、各自治体の方々もちょっと考えてみられたらどうかななんてことを私は思いました、うん、はい、でこの方、この訴えをもともと起こされた女性って、うん、やっぱりもともと記者で、うん、今でもこの自分の訴えを下げてないんですよね、うん、はい、やっぱり記者として見過ごせないっておっしゃってるようなそんな記事もあったと思うんですけど、うん、はい、まあ、ちょっと私事になっちゃうんですけど、まあ、私もね元 AV 女優という看板を二十何年下ろさずやってるっていうのはちょっと似たようなところがあるなって。で AV 女優さんの出演強要問題に対しても、うん、まあ、動いてますし、やっぱりもともと同じ業界の人間として見過ごせない、この問題を放っておいたらまたね二の次三の次の被害者が出るし、うん、ここを解決していかないと決して業界が良くならないし、では日本も良くならないと思ってるから、うん、この名前を使い続けるっていうのは正直ありますよね。なるほどですね。きっと同じ社内、うん、ね、方法は違う、角度も違うけど、この方と見せたい未来、作りたい未来っていうのは同じ方向を向いているんだろうなって思いました、うん、今度一度ね、うん、ゲストでお話とかされてみたらいいかもしれないですね。マジっすか応じるかどうかわからないですが、はい、はい、じゃあ恒例のまとめをお願いいたします。はい、ありがとうございます。本当にこれはですね、私も久々にん
言葉をこう選びながら話をする問題だったんですけれども、こうセクシュアリティ、男女問わずセクシュアリティに関わる問題っていうのはセクシュアリティだけではなく経済も政治も地域も全てのところに関わっていく問題であるということを私たちは認識してこれから取り組んでいかなければいけないのではないでしょうか、ということで、質問を投げて今日は終わりにしたいと思います。以上です。はい、ありがとうございました。小室よりのネットでウィークエンダー、今週はこのあたりで、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。